日始めでプロムナードポジションになり、つまりリンクをした時の形ですが、2人のヒップがあまりにも開きすぎている形です。確かに大きく開いた形から次の動きに入りやすいかもしれませんが、タンゴという踊りのポジションとして考えた場合、それは正しいとは言えません。なぜなら男性と女性のショルダーラインが正しい形にならないからです。実際リンクのポジションは区別しなければなりません。まだクローズドポジションで2人のショルダーのラインを平行に保っています。その形とそこから一歩踏み出してからの形と区別しなければならないと思います。そして2人のヒップが開くのはこの時です。プロムナードで脚部が自由に使えるようになるのはこの時で、それ以前ではありません。もう一度やってみましょう。このプロムナードポジションから女性は男性の前のスペースを横切り、クローズドポジションになります。次にプロムナードのテンポについて注意を払ってください。私たちは競技会でしばしば本来のプロムナードとはかけ離れた踊りを見かけることがあります。自分勝手な誤ったテンポでの踊り方をしているのです。多くの人はカウント1を準備として捉え、プロムナードを2からこのように踊っています。1、2、3、4、1。しかしこれではプロムナードの正しいテンポを無視していることになります。1で圧縮し2から動き始めるのではムーブメントはこうなってしまいます。クイッ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 ク。しかし正しいプロムナードの一歩目はスローです。実際にやるべきことは前の4で圧縮し1で動き始めて2で脚部を持ち上げて3、4、1。このようにするとまさにタンゴの特徴を捉えたプロムナードになります。よろしいですか？スロークイックイックスロー。さてフットワークについて少しお話ししましょう。ここでも競技会やデモンストレーションなどで多くの人たちが誤ったフットワークを使っているのを目にします。多くの人が誤解しています。そこで正しい足のアクションをお見せするためにタバコの箱を用意します。これを床に置きリンクポジションからプロムナードに入ってみましょう。これは全ての人におすすめできる簡単なエクササイズです。床に置いたタバコの箱をこのようにヒールで蹴りますが、この練習の意義がどこにあるかというと、私たちがスローカウントのステップをする場合、床に対して足が行うアクションは素早いクイックカウントだからです。時々見かけるのはこのステップを塔から出ていく踊り方です。これは悪いアクションの例ですよ。スロークイッククイックスロー。このように踊ると動きは重くて遅い、しかもボディウェイトは後ろになってしまいダメです。今度は正しい例です。タバコの箱を蹴るイメージで動いてみます。スロークイックイックスロー。先ほどの動きよりはるかに素早く、スタッカートが効いていますから、プロムナードの特徴がよく現れています。ではここで音楽に合わせてプロムナードのさまざまなアクションをお見せしましょう。プロムナードでの正しいテンポをご覧になってください。
ここからローテーション、すなわち回転についてお話ししましょう。前にもお話ししましたが、タンゴにはスイングもスウェイもありませんので、回転を通して大きなインパクトを伝えるようにします。回転には右回りと左回りがあります。タンゴにおける回転もスイングダンスと同じく、右回転ではショルダーの方がヒップよりも大きく回っていきます。これにより男性は女性を右サイドにキープできますが、ショルダーの回転が小さいとこのようにずれてコンタクトを失ってしまいます。この右回転でショルダーを回すとき、ヒップよりもショルダーが大きく回転しますが、常に左サイドがその回転を助けます。左回転に関してはスイングダンスとは異なり、タンゴで私はよりアクセントを強調した回転をするようにしています。私はヒップとショルダーの回転量は同じになるようにしています。例えば5ステップの場合では、こいこいスロー、あスロー、ご覧のようにヒップの回転はショルダーと同じ回転量を得るように回しています。ではこれからパート B を踊り、正しい回転をお見せしましょう。ランニングウィーブからスケートロックを踊ります。ここで強い左回転が起こりますが、私はヒップを使って回転の内側に向け回転をします。通常スイングダンスではヒップを回転の外側に向けて使うところです。この場合私は右ヒップを回転の内側に向けて回し、大きなインパクトを得るようにします。スイングの動きは見せたくありませんので、水平の動きを保つようにしています。皆さんお分かりいただけましたでしょうか。ではタンゴのレッスンを終えるにあたり、2つの重要なことについてお話ししましょう。それは動きにおけるインパクトとスピードで、良いタンゴを踊るにはとても重要です。私たちが強く信じていることは、動きにおけるインパクトもスピードも視覚的な錯覚を使って作り出すということです。何かフィガーを踊っているとき、適切なテンポでヘッドスピードを十分に使うことです。頭の動きは正しく使わないと、カップルとしてごちゃごちゃした動きになってしまいます。適切なフィガーで適切なテンポでヘッドスピードをつけると、より大きなインパクトとより力強いスピードを得ることができるのです。いくつかのフィガーを使って、それではお見せしましょう。リンクを例に、ボディ、脚部の正しいムーブメントを使い、また適切なリードも使って踊ってみますが、特に注意を引くような踊りにはなりません。では今度は頭の動きにおいてスピードをつけて踊ってみましょう。準備はよろしいでしょうか。ご覧のように適切なフィガーで適切なテンポで適切な頭の動きを使うと、素早いダイナミックな動きになり、インパクトとスピードを作り出すことができます。次はシンプルなスパニッシュドラッグを見てみましょう。ただサイドステップするだけです。ボディは閉じたリンクポジションです。いいですか。頭の動きを使わないで踊ると、クイックイスロー、今の踊り方ではタンゴらしいインパクトやキャラクターが表現されません。ではここで頭の動きに適切なテンポとスピードを加えると、
先ほどとは全く別物の単語らしいスパニッシュドラグのキャラクターに変わります。頭の動きを使っただけですが、かなりのスピードがつきましたね。競技会ではこうした錯覚を見せようとして、センターやボディ、あるいはリードのスピードをつけるなどの誤ったケースをたくさん見ます。それではカップルとして余計にごちゃごちゃしたものになってしまいます。このようにバランスの取れたポジションでフロアに立ち、きれいなポスチャーを作り、正しいやり方で頭の動きを利用するだけでスピードやインパクトを作り出すことができるのです。さて、私たちの単語のレッスンも終わりに近づいてきました。ありがとうございました。ここで私たちの単語のアイデアを最後までご覧いただいた皆さん、いかがでしたでしょうか。単語は単語らしく踊ってくださいね。どうぞたくさん練習してください。練習を継続することが皆さんのダンスの質を高めます。さて、お別れをする前に、今回ここで使用した単語のアマルガメーションをもう一度ご覧いただきましょう。アリベヘッジ。